はい、今日もね、晩ご飯作っていきたいと思います。お腹すいた。今回ね、このホットプレート、700ワットのね、ホットプレートですね。これをね、ちょっと初めて使用していきたいと思います。今回ね、材料買ってきております。ハンバーグをね、焼いていくんですけども、このハンバーグね、牛肉は宮崎県産牛、そして豚肉はね、鹿野高原のお米豚、これをね、使用したハンバーグとなっております。2つ入ってね、380円ぐらいだった、380円。これをね、焼いていくね。綺麗なお肉、ほっほっ。さあ、初めて使用します、ホットプレート料理。多分ね、これ700ワットやから、多分ね、バッテリーの方は大丈夫と思う。さあ、これをね、じっくり焼いていきます。スイッチオン。うん、多分スイッチ入ったな。多分電源は入ったと思う。一応ランプがついたからさ、多分今温まっとる最中やと思うね。このままちょっとね、温まるの待っておきたいと思います。さあ、これひっくり返します。ひっくり返るかな。いきます。ほっ、わあ、美味しそう。こっちもほっ、あー、美味しそう。ええ感じに焼けとるな。これね、ホットプレートやからさ、安いやつやから火力の調整ができないんですよ。でね、周り空いとるからさ、この野菜入れていく。野菜炒め用の野菜98円、これも入れていこう。野菜が多くなっちゃった。野菜が多い。このホットプレートは使えるな。全然ね、バッテリーも飛ばんしさ。強いて言ったら蓋が欲しいな。蓋って蒸し焼きにしたいんやけど。すごいね、肉汁もすごい出てきた。今のうちに味付けもしとこう。塩コショウが確かね、あったからさ、塩コショウをね、振っとこう。わー、ハンバーグうまそう。よし、こんなもんかな。こんなもんでいいかな。はい、ということで完成でございます。さあ、ちょっとね、出来たてで熱いでしょうが、食べてみましょうか。火が通っとるかな。そこが肝心やからね。ハンバーグ2つに割ってみる。これもうちょっと焼きます。ピンクやった、中がピンクやった。もう少し焼きます。で、中が若干ピンクでしょ。これもう少し焼きます。さあ、しっかりね、火は通ったと思う。若干野菜が焦げたけど大丈夫と思う。うん、中までね、しっかり火が通った。若干野菜が焦げたな。野菜をね、もっと後から投入せんといけんやったよな。野菜が結構焦げちゃった。とりあえずハンバーグ食べてみよう。うん、今度は火が通っとる、ちゃんとね。高級ハンバーグやな。2つで380円、1個200円弱かな。高級ですね。高級ハンバーグいただきます。美味しいわ。今回ソースがないんですよ。ソースで塩コショウしか振っとらんないけど、
十分お肉だけで美味しい。うん、このお肉美味しいな。うまい。うまい。しっかりね、野菜も食べとこう。若干ね、若干お肉の汁を添えてからさ、野菜も美味しいわ。このお肉美味しいわ。若干裏が焦げたけど、それでも美味しい。ハンバーグ食べたもんな。ハンバーグ家は美味しい。うん、はい、こんな感じでね、今日はね、ホットプレートを使ってハンバーグと野菜炒め作ってみました。このホットプレートいいですね。結構使えるな。うん、このホットプレートまたね、次回なんか作ろう。ホットプレート料理ね、結構使える。うん、これ重宝するわ。そんな感じでね、今日はハンバーグと野菜炒めを食べながらね、少しのんびりしたいと思います。そんな感じでまた明日、またね。おはようございます、モコです。今日はですね、近場のお仕事ですね。一軒今からね、納品に行きまして、納品が終わってから、大分県ですね。久しぶりの大分県まで行ってきたいと思います。大分県で荷物を積んで帰ってくるという流れとなっております。とりあえずね、まだまだね、時間には余裕がありますんで、ゆっくりね、納品先行きたいと思います。久しぶりにここ通るな、国道9号線。ね、ちょっと天気悪いけどさ、海があって綺麗で、ちょうど今ね、関門橋改修工事しよってからさ、あのシートかかっとるんよな。天気が良くてね、関門橋が綺麗に見えるともっとね、いい景色なんですけども、でここね、台風とかになると波がね、道路まで上がってくるんですよ。だからね、通行止めになったりする、台風の時はね。海の横を走る国道9号線、景色がええやな。ここはね、関門トンネルの人道入り口ですね。人道一回ね、軽キャンできたんよな。軽のキャンピングカーでここ来まして、のんびりしたことがある。で、大砲があってすごいよな。このカーブだね、トラックはどうしてもはみ出しちゃう。だからね、追い越し車線に誰もおらんのを確認してから曲がらんと。どうしてもね、内輪差ありますんで危ないよな。ここもそう、ちょっとはみ出さんと曲がれない。で、ここがね、ここが赤間神宮ですね。赤間神宮何回かね、来たことあるんですよ。土日はね、結構車が多くて駐車場ね、空いてなかったりするんですけども、何回か来たことあるな。で、左側がね、カモンワーフですね。唐戸市場、ここもね、何回か来たことある。結構ね、地元なんですけどもね、地元の観光地って意外といかないですけどね、意外といかんねえけど、行ってみると結構いいところなんよな、カモンワーフ。で、今度のんびり来たいな。さあ、ぼちぼち納品先到着しますんで、行っていきたいと思います。さあ、とりあえず到着待機ですね。いつでもね、荷下ろしできる準備してから待機しておきたいと思います。
現在ね、大分県宇佐市まで来ております。宇佐市、ここはね、宇佐神宮ですね。久しぶりにここ通るな、宇佐神宮。いつやったかな、結婚する前に新婚旅行でね、この辺来たんですよ。その時にね、確か宇佐神宮に来とるはず。結構広い、ね、神社なんですよね。今度はまた来よう。学問の神様やったからな、宇佐神宮って。ねえ、また来よう。よし、あとね、こっから1時間ぐらいですね。そしたら、津道到着しますんで、もう少しね、走りたいと思います。よし、積み込み完了です。積み込み完了。今からね、山口県に帰ります。明日の山口県おろしですね。明日おろしなんで、時間はゆっくりある。今日もね、のんびり一般道で帰りたいと思います。お、ちょうどここ宇佐神宮ですね。来る時も通った宇佐神宮。トラックで入れんだよな。ここね、どっかね、トラックのパーキングスペースあれば寄りたいんやけど、なかなかね、大きいトラックを止めるとこってないですからね。なんか近くにパーキングでもあればいいんやけど、なかなかね、うまくいかない。今度ね、家族で来よう。さあ、ぼちぼちね、帰りたいと思います。今日もね、一旦我が家へと帰ります。